はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりにですね、クイズ RPG 魔法使いと黒猫ウィズやっていきましょう。なんかイベントやってるのかな。まずはですね、いつもやってる1日1回無料の名刀ガチャをやっていきましょう。そして続いて通常クエストの、クロウィズクイズ。ロンドンかな？ロンドンだな。使おうかどうか迷った。見たことあるぞこれ。しかしわからない。ヒント。ソウル？これは教えてもらわなかったらわからなかった。え？でも富士山が見えるからこの場所の、富士山じゃなかった。これあれだ、薄山だったっけ。北海道だったんだ。しまったっていう感じですよね。クリスタルガチャっていうのがなんかあるということで、他にイベントガチャっていうのもあるみたいですね。このクリスタルガチャ。二人ともこっちこっち。ほら見てください、お空があんなに綺麗ですよ。日差しが強いですが心地いい気候ですね。お花の香りもはっきり感じます。僕はエイラ・ナルビ。ああ、別に性別に意味はないんだ。女性体の方がチヤホヤされやすいのでね。なるほど。協力バトルやってみますか、早速。とか難しいよな。波及ばっかりだ。650の人ってすごいな。新波及なんてあるんだ、この上には。あーっと抜け合いなかった。ちょっと閉まったかも。さあちょっと時間かかってるようですね。通信中の時間は長いな。コトダマンでもこういうことがあったんですけどね。ちょっと時間かかりすぎだろう。さようなら。あ、今一瞬画面が映ったぞ。見ていきましょう。
デッキをちょっと見ないとね。デッキの編集とかできないかな。デッキの編集は一回やってみましょう。さっきのデッキ編成の中からえ3番に行きます。お任せ編成非属性。非属性のデッキ編成をするとマドカがリーダーに選ばれましたが、コストオーバー、いや問題ないですね。で早速協力バトルに行きましょう。ありますね。あー、さらえちゃったや。さあ通信中の時間が長い。来ました。全員が答えます。サーモメーターなんで音楽ですね。最速旋回をゲットしました。いい感じですね。ダメージ食らってます。まだかな。まだだ。まだじゃない。あ、やっぱこれか。回復欲しいですよね。え、なんか。おっと、とどめを差し切りましたかな。エクセレントビート。もうワンプレイやってみましょう。絶球でもいけるぐらいだよな。
さあ、ランク5、レベル5、絶級です。さあ、敵は黄色ですか。黄色ってことは、やっぱり硬いですよね。5になると、まだ攻撃すんの。ニトロキ？なんだそれ。正解なんだ。ここはわかん。ゴン。なんか食ってるような感じ。佐賀ですよ。佐賀だったんです。肥前とか。悩んでる。3人正解だ。うまい。あ、おっと。突き刺さった。農業。お、回復したよ。農業、農業、農業。わお、結構辛いですね。おっと、なんか窓かが光った。ケンタッキー面白いですね、この問題。オッケー、5連続正解。あおっと、2人が死んだ。さあ、2連続攻撃に来ている。バシッてダメージ食らいますよね。問題だ。そうそう、苦しくなってきそう。1990年代のニュースに行きましょう。新宿だ。
力与えられない。強いです。え？8ヶ月しかやってないのかよ。ダメージ与えないケースがありますよね。うわ、窓かしか残ってない。一見行きましょう。つらい。復活までの時間を稼がないといけない。え？同じ、そうなんだ。これはつらい。はい。計算問題。また計算問題きた。どうしたんだ？バーンっていきました。勝ちました。星5はなかなか、なかなか強敵ですね。プレゼントをもらいましょう。さあ、クエストを引き続きやっていきましょう。イベントがあるみたいですね。ストーリークエスト。お、どうしたんだろう。なんか動きが切れた。そう、天井岬外伝でいいのかな。あるみたいですね。ストーリーか。お？また失敗ですか？いえいえ、まさか。黒焦げですよ、それ。ゴミ箱がいっぱいになっちゃいました。完成は遠いです。8分目まで登ってきたと思いたいです。お腹いっぱいな気分になれる香水、いつできるのでしょう。あれ、当初の計画とは違うような。そろそろお姉様がお買い物から帰ってくるはずです。早く帰ってこないかな。お帰りなさい。ほら、こうして口にすると願いが叶うような気がしません？しませんよ。でも口に出してみるのはいいことかもしれません。いいですね。ごめんごめん、
遅くなって。ほらね、願い事は口にすると叶うんですよ。偶然です。もっと夢見る乙女に育ってほしいです。何の話？よいしょ。待ってよ、そんなに急がなくてもいいのに。もうそこで休んでてください。私一人で行ってきますから。寝てるねは妹のようなものだから。ちゃんと面倒を見るようにフェルツ様に言われてるのよ。今のスロー何だったんだろう。寄ってくなんて許さないんだから。こういうのを考えてる。こんにちは、パラフォリア。文章を考えてる人ってどういう人なんだろうな。お、闇が追いつくした。また来たのか、物好きな娘だな。ごめんなさい、忙しくてしばらく来れなかったの。何か困っていることはないかしら。気を使う必要などない。我は悠久に変わることはないのだから。どうしたの？少し苦しそうだけど。このエテルの声いいですね。さすが、このとこしえの木から生まれた種だ。我の苦しみがわかるのか。しかし他人には敏感なお前がなぜ生みの親の悲鳴に気づく。悲鳴？緑が色褪せ始めた。とこしえの木の福いくたる樹花も衰えを見せている。やはりそうだったのですね。お前にそれを告げるのは心苦しいが、変化はすでに起こり始めている。なんだろう。お、揺らぐこと、天井岬にあって揺らぐことなかった大樹が苦痛を示すように激しく揺れている。エテルネが、それがトコシエの樹の木かな、洞窟だと感じた。そんなことないです。どうなるんだろう。いいんです、気にしないでください。エテルネちゃん一人には背負わせません。お母様、苦しむことはないんですよ。そのために母親がいるんですから。ファムの、ファムを引き取って娘にしたの、ファムがエテルネを引き取って娘にした。気を使わせてごめんなさい。空いた食器片付けますね。再度。また揺れた。奴ら、トコシエの木の根幹を揺るがせに来たな。根幹。このトコシエの木は自ら放つ樹花によってさまざまなものを引き寄せる。植物や鳥や昆虫、魔物などもこのトコシエの木に引き寄せられて集まった者たちだ。その中には悪さをする者もいる。我はそれを虫と呼んでいる。それがトコシエの木を弱らせている現象なのか。少々の外敵など我の宿敵の相手にはなら。しかし虫どもはその辺の魔物や植物とは違うの。奴らは長い年月をかけて浸透していき、
木を内側から腐らせる。気づかないほど少しずつな。どうしたら助かるのですか？やはり助けたいか。コシエの木が倒れたら天井岬がなくなってしまいます。お前はもう宿命から解放されたのだ。背負い込むことはない。いいえ、無関係ではありません。私はここで生まれました。コシエの木の言葉を伝える役目は終えましたが、この木がなくなるのは嫌です。悲しいです。相変わらずだな。その純真さはいつまでも失わないでほしい。さあどうなるんだろう。どうしたら。お、触れすぎやな。はいはい、その辺にしておきなさい。天井岬の人間を代表して不詳フェルチリリーがこの会議を仕切らせていただきます。今結界の話が出ましたが、ソリサさん、これまで天井岬に結界を張っていたのはあなたでしたね。でもあなたが勘違いして私たちを襲ったから。あの人は旅の人だから今は天井岬にはいないわ。お、オールドローズバッペネット、よかった来てくれたのね。なるほど、輝く日の光でとこしえの木を再び封じます。結界が再び張られるとなると、今後とこしえの木には誰も近づけなくなるわね。なるほど。そういうわけじゃ。結界を張れば全て丸く収まるのかしら。もし原因が違ったら、ここはレアードさんに相談するべきね。レアードさん、エテルネちゃんの髪、いつもお日様の香りがしますね。そうですか。今日もたくさん頑張りましたね。たまにはお休みしませんか。新しい香水がなかなか完成しないの。でも尊いですね。たまにはお休みするのもいいかもしれませんね。お弁当を持ってとこしえの木に登ったり。今とこしえの木少しぐらい揺れる方がスリルがあって私は好きですよ。お母様を危険な目に遭わせたくないです。そんな心配しなくても大丈夫です。バランス感覚には長けていますから。子供の頃ずっと竹馬で移動してましたから。竹馬？竹でできた馬がいるんですか？いたら見てみたいですね。なんだか軽くて丈夫そうです。大丈夫ですよ。とこしえの木は今までずっと天井岬を見守ってきた木です。これから先もなくなることはありません。お母様の言葉すごく心強いです。調香師の仕事で一番大事なことは何か知っていますか？お客様がどんな香りを求めているのか見抜く力です。とこしえの木さんは今どんな香りを求めているでしょうね。どんな香りっ
ですか。難しいです。おー、落ちたな。夜で追いつく敵だったはずの相手に生かされていたのだ我ら。身の危険も顧みず我のためだけを思って闇に飛び込んできた。あなたがいてくれたおかげで天井岬は保たれているのよ。平和で美しい形に。出てるね。お前にかかっている呪いを解いてやろう。とこしえの木の呪縛に運命を左右されることがないよ。とこしえの木よ、怒りはすべて我にぶつけるがいい。なんと我が名は常闇の木ファラフォリア。とこしえの木の旧敵にして唯一の天敵。我はただ純真な心を持つ一人の儚い娘を救いたかっただけだ。闇の中で生きるしかない我の代わりに日の当たる下界でまっすぐに生きてほしい。無理はおやめください。大丈夫ですよ。このぐらい無茶でも無理でも何でもないですよ。どうしたんだろう。もうパパの剣ケテルネが生まれ故郷に帰れなくなるかもしれないのよ。そっちの方が大問題よ。それは大問題ですよ。許せませんね。フム様も激怒してらっしゃる。ケテルネちゃん、今すぐトコシエの木に向かいましょう。行きましょう。ちょっと待って。ごめんなさい、少し気になってることがあるの。なんだろう。割れた木の内部が白く変色しているわ。レアードさんから聞いたの。木に救う害虫がいるという話を。トコシエの木全体がこの害虫に蝕まれているとしたら、結界を張ったところで意味がないわ。それはおっと、続きは気になる。とこしえの木に向かいましょう。お母様、昨日は寝ずに何をしていたのですか。が一番です。眠気覚まし何取り出したんだろう。危ない危ない。
香水？香水ではありません。天井岬さんのカラカラ胡椒の粉末にニガサンショウの実をブレンドした特製調味料を撒いただけです。だけとは。そろそろ進みましょう。うん、なんでもありません。これで眠気も吹き飛びました。トコシエの木を救いに向かいましょう。いえ、害虫の侵食具合からして病気にかかったのはかなり昔よ。結界を解く前から寄生されていたのよ。なんと。結界を張るのは待ってください。お母様に何か考えがあるそうです。話を聞いていただけませんか？考えがある。何かいい案があるのね。トコシエの木を、エテルネちゃんの故郷を二度と閉じ込めさせない秘策がここにあります。なんだろう。間違いました。こっちです。もしかして寝不足なのはずっとそれを作っていたからですか？お母様、さすがの私もすねちゃいますよ。エテルネちゃんがぐれちゃう夢を見てしまいました。近いうちにそうなるかもね。お、食害。お腹を空かせた虫たちがトコシエの木の栄養を代わりに食べてるってことですね。木がかわいそうです。そこでこの香水の出番ですね。これはお腹がいっぱいになった気になる香水です。気になる。まさか完成していたのですか？この香水を振れば虫さんたちも悪さをするのをやめてくれるはずです。虫さんたち、お食事の時間は終わりですよ。おお。お次はこれです。みんな安心して眠れる香水です。ありゃ、蓋が半分開いちゃってました。おかしいですね。ちゃんと閉めたのに。これがどう影響するか。安心するのは早いと思います。おっと、あれを見て。あんなに深くまで侵食されていたなんて。やれやれ、我が宿敵ともあろう者が
虫なんぞに好き放題させるなど情けない。我は常闇の女王、呼び込む闇は全てを悠久の眠りにつかせよ。ファラボリア、来てくれたのね。我が体内にはこれまで常習の木より吸い上げた力が蓄積されている。これを常習の木に返す。ということは、あとは常習の木そのものの自浄作用が働き、虫は退治されるだろう。あなたはどうなるの？力をすべて返してしまったら。長い間この常習の木と共に過ごしてきた。この木がなくなれば我が身も滅び、どうせ結末が変わらないのである。自分で結末を選びたい。それだけだ。そんなのダメ。もうあなたに会えなくなるのは嫌なの。お前が自らの身の危険を顧みず真実を知らせてくれた時からこの日が来ると思っていた。行って地上で人間として幸せに暮らせ。ファラフォリア、闇を呼び込むしかできぬ我に生きる意味を与えてくれたお前には感謝してもし尽くせぬ。おお、涙だから、これでお別れだ。涙涙ですね。私もエテルネちゃんのこと大好きですよ。お、名前をつけた。おお。もうお日様を避けなくてもいいのよ。私が責任持って大きな花に育ててあげるわ。ファラフォリア、これからもずっと一緒よ。
なるほど、これでクエスト達成ですか。十分よ。さてと、アニメゲームありき。腕が立つの。休んでる暇なんてない。下がって、私が仕留める。私は仕留めると言いつつ、ピースはまたよし。協力も悪くない。さあ、ボス戦です。私一人で十分よ。本当かな。さあ、マドカです。ヨシノブ、ダーシー、母さんに戻っちゃいましたよね。さあ、雑学へ仕掛け。休んでる暇なんてないわ。私は戦い続ける。レアをゲットしました。充電いきましょう。いいですね。ばっかりか。そしてダブルエース、エイラーをゲットしました。
早いみんな。毒を食らいましたね。早いみんな。属性もう L が揃いましたよね。はい、というわけで遊んでみました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。